はい、お世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。マスターグレード100分の1 YMS15 ギャンですね。2006年の5月発売、販売価格は3960円となっています。はい、ということで、今回の機とギャンですが、ギャンが発売された1年前にゼータやマーク2のバージョン 2.0 が発売されていますね。さらにギャン発売の1年後2007年にはザクバージョン 2.0、 2年後にガンダムのバージョン 2.0 が発売されていますので、まあ、それらのキットに近いプロポーションや、デザインとなっています。はい、それではギャンの解説が説明書の方にありますので、そちらを読み上げていきます。 YMS15 ギャン。ギャンは1年戦争後期に皇国軍が推進した第2期主力モビルスーツ開発計画に基づいて、シマット社が開発していたモビルスーツである。この機体はもともと MSX10 として開発されており、地球連邦軍の RX 系モビルスーツ、特にガンダムなど、との戦闘を想定した高度な白兵戦能力を持っていた。しかし、ジオニック社が開発していた YMS14、後の MS-14 ゲルググに対して空間戦闘能力や汎用性、加えてビームライフルのドライブができず、コンペティションにおいては総合性能で勝るゲルググが正式採用されることとなった。ただしこれをもってギャンがゲルググに劣っていたということはできず、機体の運動性、いわば基礎性能に関してはゲルググを上回っていたとされているのも事実である。この機体は四肢の駆動レスポンスを向上させることを目的とした特殊な装備が試験的に採用され、技術的には他に例を見ないコンセプトが導入されている。それが流体パルスアクセラレーターである。皇国軍系モビルスーツに採用されているアクチュエーターは、反応炉で発生するエネルギーをパルス状に変換して、極超音速で各部に伝達する流体パルスモーターシステムが採用されている。流体パルスアクセラレーターは炉内で発生する余剰圧力をプールし、必要に応じて取り出すというものである。つまり皇国軍系モビルスーツの主動力伝達経路は基本的にフェイルセーフを含む1系統のみであるものが、あたかもジェネレーターを増設したかのように複数の経路を増設できるもので、いわばアクチュエーターのコンデンサー、またはブースターとも呼べる機構である。YMS-15 は股関節にそのためのデバイスユニットを装備しており、脚部のレスポンスとトルクが劇的に向上している。これは重力下で飛翔するかのごとき挙動を見せたガンダムの跳躍能力に対抗するための試行錯誤の一つであった。また全身を伸縮させつつ頻繁に全身交代を繰り返す、あたかもフェンシングのようなステップワークもまたこの機構を装備していなければ不可能だったと言えるだろう。通常ビームサーベルは薙ぐように切る挙動で使用されることが多いが、突く使用法も同様に有効であり、この機体が装備する専用ビームサーベルは特に貫通力が強化されている。まさしくガンダムが擬人化を目的としていたように、モビルスーツを人間の身体の延長であるとする概念が皇国軍系の技術者たちの中にも浸透していたことがうかがえる。実際に建造されたギャンのうち1機は突撃機動軍所属のマクベ大佐の上機となるべく彼のためにカスタマイズされたと言われている。本機はテキサスコロニーにおいて実戦に投入され、ガンダムによって撃破されたという説や、ア・バオア空戦で失われた説、グラナダの残存艦隊によってアクシズまで運ばれたという説などがあり、詳細は不明である。はい、ということですね。では続いてギャンの各ブロックごとの解説へ移ります。まずはボディユニット。ギャンのボディユニットはドムやゲルググを踏襲したブロック構造に加え、連邦軍製モビルスーツのボディレイアウトを参考としている。背部のランドセルは姿勢制御やチャージ時のブースターとしても使用可能である。だが空間戦能力はザク2を多少上回るレベルでしかなかったようだ。ギャンの開発メーカーはツィマット社ではあるが、この時期の広告系の機体開発は
技術交流が半ば強制されており、技術やマンパワーが総動員されていたため、厳密な分類はかなり困難であることも事実である。またギャンの原型となった機体はもともとザクとの競合機であったという説も浮上しており、系譜が特定しにくい機体であるということができる。ギャンとゲルググの決定的な違いは、ジェネレーターの出力以外には流体パルスアクセラレーター用の分岐パワーサプライヤー回路の有無のみだという説もある。はい、ということですね。では続いてヘッドユニット。ギャンのヘッドユニットは白兵戦、特に格闘戦に対応すべく形状や部材が配置されている。この時期に開発された機体の中ではある意味最もソリッドなシルエットを備えている。モノアイなどの基礎デバイスは他の機体と同様グラモニカ社製のユニットを使用しているが、その軌道はナロー化されており、レール移動の速度が向上している。防御力向上のためスリットもより狭く作られているが、映像処理フレームの改善により視界はむしろ既存の機体より広く確保されている。さらに敵機と切り結ぶ斬撃などの応酬になった場合を想定し、後方視界もメインカメラによってフォロー可能としている。内装品に特に目新しいものはないが、メインジェネレーターと流体パルスアクセラレーターのコンダクターが増設され、双方の協調稼働を制御している。はい、ということですね。では続いてアームユニット。ギャンの腕部モジュールはその反応速度とトルクが限界まで改善されているほか、そのスペックに対応して稼働範囲も拡大されている。同時期の他の機体と比較しても最もフィジカルなモジュールとなっている。ギャンの腕部ユニットは専用ビームサーベルの運用を前提に調整されている。つまり既存のヒートホークやヒートサーベルと異なり、斬撃よりも一つを重視している。そのため腕部の伸縮レスポンスは屈指のスペックを誇り、ギャンを上回る機体はこの時期他には存在しないとまで言われている。また一軸あたりの稼働範囲も拡大されており、より人体に近い挙動が可能となっている。マニピュレーターユニットはザクなどに装備されているものと機能的にはほぼ同等だが、格闘戦を想定しているためリストジョイント部の稼働範囲が拡大し、レスポンスも改善されている。はい、ということですね。では続いてウエストユニット。ギャンのウエストユニットには腰部のターレットと股関節の脚部ジョイント以外の機能も持たされている。それが流体パルスアクセラレーターである。このユニットはメインジェネレーターからパワーサプライヤーケーブルによって分配されている極超音速のエネルギーパルスの余剰を蓄積し、必要に応じて該当するシリンダーやヒンジなどのアクチュエーターに送り出す機能を持つ。これによって過負荷による反応路へのバックラッシュを防ぎながら、各アクチュエーターのレスポンスとトルクを向上させているのである。流体パルスのエネルギーは極超音速を保ったまま円筒形のユニットに蓄積圧縮されているため、敵機の攻撃による破壊や応力限界を超えて破損した場合など即座にインジェクト可能となっており、躯体の基礎フレームには支障が出ないようレイアウトされている。はい、ということですね。脚部に関しての解説は掲載されていないようです。はい、では最後にビームサーベル、そしてシールド。ビームサーベル。ビーム兵器の開発で連邦に遅れを取っていた広告軍だったが、対戦後期には優秀なデバイスが開発されている。この機体が装備するジェネレーターはビームライフルのドライブこそできなかったが、ビームサーベルの運用には十分な余力を持っていたため、連邦製の標準的なビームサーベルより高出力のビーム波を形成できた。ミサイルシールド。攻防一体の武器として開発された専用装備。基本的には一騎打ちを想定した装備であり、広範な防御性能は排除されているものの、機体の性格上十分な防御装備とも言える。ハイドポンプ。シールドに25機装備されている機雷。ニードルミサイル。
シールドに60機装備されている超小型ミサイル。牽制、威嚇などにも有効で、可動部分に直撃すれば敵機は戦闘不能に陥る。はい、武装類ですね、こちらがビームサーベルで、グリップは発光するタイプと、しないタイプ2種類が付属しています。ボタン型の電池は別売りになっています。まあ200円ぐらいで買えると思います。こちらがシールドです。シールドの基部は柔軟に稼働します。はい、発射エフェクト付きのニードルミサイルと展開状態のハイドポンプも付属しています。サーベルグリップをシールド背面に収納可能となっています。コクピット用以外のスタンドタイプの各種パイロットフィギュアも付属しています。指の付け根が稼働するハンドパーツが左右付属します。はい、稼働はご覧の通りとなります。シンプルなフォルムで様々なポージングが可能となっています。はい、ギミックとしては物合いの位置変更、コクピットハッチの開閉、股関節左右独立稼働などが挙げられます。はい、合わせ目は露出しない内部フレームを除くと頭部側面、胴体側面、サーベルグリップなどが挙げられ、一直線にはなっていませんが、前腕と太ももにも合わせ目は入ります。はい、ということで以上、マスターグレード100分の1ギャンの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。